デブです。チャラカメラを持ってるのは、あー弟子でーす。よろしくお願いします。ユッキーと申します。ユッキーさん、ユッキーさん、お願いします。チャラです。どうも、あ、久しぶりですね。お久しぶりですね。どうもなんかユキさんが今日、そう、持ち込み企画なんです。はいはい、何でしょうあの、ちょっとそこにですね、はい、そこにそこら辺に、はい、いろいろありますよ。そう、いろいろあったんですけど、その中からデックを見つけまして、はあ、はい、ぜひこれデックレビューしてもらいたいなと思って。デックレビュー、これこれ、うん、これユキさんの、違う、違うの？違うなんかそこにあった。怖い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 。そこら辺にあったよ。怖い怖い。勝手にレビューしちゃっていいの？いいんじゃない。いい、いい、やろう。はい、面白いからやろう。やろうやろう。イエイイエイ。空いてますから。え、これ。これ何？なんかデック珍しくないですか？珍しいですね。ちょっとカメラによく見せてください。はいはい、これですね、うん。トライアングルって書いてある。トライアングルか。僕トリエンジェルって呼んじゃった。面白い。トライアングル。そうですよね。開けてみましょう。はい、お願いします。チャラさん。あ、はい、もう開いてますから、はい、遠慮なく。いただきます。ケース見ましょう。ケースですね。ケースすごいよね。ケース、これ、あ、見てください、ここに。何て書いてあるんですか？ん？カリスママジシャン。カリスママジシャン。うるせえよ。カリスママジシャンって書いてあるんだ。自分で書いてある。すごい。自分でデザインしたんで、自分で書いたと思います。うわー、会長で、会長です。本当にここに243キロって書いてある。何ていうか、243キロ、はい、243キロでカードが飛ぶよっていう。うるせえなー。243キロで飛ぶの？飛ぶ。本当にそれ？そう、売りなんです。それ243キロっていうのが売りなんで。それは244キロでも良かったんじゃない？良かったんですけど、多分これじゃいいんじゃないですか？そこ。だってさ、ここからここにカードが飛ぶわけでしょ？飛びます。それが243キロでしょ？243キロ。うぜえ。やっぱマリちゃん見てるから。そうです。はい。お願いします。素晴らしいです。はい、トライアングルデックだということは分かりました。分かりました、ね。はい、トリエンジェルじゃなかった。トリエンジェルじゃない、はい、開けちゃおう。ちょっといいんですか？うん、いいですか？いい、いい。じゃあちょっと開けたいと思います。どうぞ。誰の許可もなく勝手にやったデックを、はい、ちょっとバッグから、ユッキーさんの許可のもと、はい、これです。バッグはバッグこうなってます。いいね、かっこいいね、うん、これ真ん中の人誰ですか？人が書いてあるの？これ人が書いてあるんですよ。え、分かんない、ね、ご本人なんじゃないですか？ご本人？本人？ここにもなんか似顔絵みたいな。ご本人なんじゃないんですか？ご本人ですね、これ。これあれですよね、あの似てるかどうかはさておき、多分本人はこれ自分だと主張したいんでしょ。多分本人ですよね。ね、せーの、トライアングル。いい宣伝になってると思います。いいよね、いい宣伝になってると思います。しかもこのデック実際に行かないと手に入らない。名古屋のトライアングルに行かないとちょっと手に入らない。うん、高級なデックなはず。はい、いくらぐらいするんですか？あ、いくらかちょっとごめんなさい、わかんないですけど。私もわかんないです。高かったと思います。高い、普通に高いと思います。え、これ高いの？そんなに、はい、マジックバーの中でも高いデックだったと思います。完全オリジナルなんで。
ね、はい、で、ね、確か台湾製だったような気がします。あ、そうなんですか。確か台湾だったんです。え、 USB-C じゃなくて、台湾だったと思います。へえ、わかるんですかそんなの。なんか、あ、泉さんがあ、レビューしてました。レビューしてた。へえ、結構値段高い方なんです。高級デックなんですね。はい、はい、まあ、うちらから言うとぼったくりデックいやだからそんなことない、ね、いいデックだ。せーの、トライアングルマルちゃん大好き、ね、大好きですからね、はい、だからいじってるというのでご理解ください、はいはい、じゃあ、はい、触らせていただきます。はい、これトライアングルデックなんですけど、バックはこんな感じになってます。いいね、黒ですね。黒、うん、黒なのかな。黒ですよね。いいな、おしゃれ。うん、黒ですね。黒ですよね。黒と白が、うん、その白じゃなくてちょっとグレーになってるから、はい、クリーム色になってるから、はい、全体がちょっと黒じゃなく見えるんですよね。なるほどね。だけど黒でしょうね、はい、あ、しかもなんかトライアングルっぽいのが主張されてます、このデックのバックに。なんでなんで、ボーダーが狭いで、フラリッシュやりやすかった。そういうことだ。すごい、そういうことなの。こだわってる。ボーダーがすごい薄いっていうか、細いの？細い。へえ、そうなの？普通のバイセクに比べて細いと思います、はい、これ。だって、もう広げた時に黒が見えるんですよ。普通見えないじゃないですか。チャラです。トライアングルじゃないですか。いや、あなたがすごいなと思ったら。さすが。広げた時に黒が見えるんですよ。へ、普通なら USB-C は見えない。こう広げても。だからボーダーがこれは狭い。ですね、これは。なるほど。なんですごいフラリッシュに向いていると思います。はい。はい。じゃあ次。はい。はい、次行きましょう。次。じゃあフェイス面を見ていきましょう。はい。じゃん。あ、ちょっといきなりちょっと赤からだ。これあのフェイスは普通の。勝手にそこにあったやつを持ってきたので。はい。私たち初めてフェイス見るんですけど、ちょっと。あ、いいですよ、いいですよ。いいですか？はい。ちょっとじゃあまずエースがあったね。エースのスペードのエースがあったね。うん。あ。フェードのエース、はい、今見えてます。はい、はい、それから、それからね、特徴的なのはジョーカーですね。間違いないね、そのジョーカー特徴的だね。相当特徴的。本人なの？本人じゃないですか。間違いないね。しかも名前書いてありますよ。丸山真一。丸山真一。本人だ、丸、ま、ちゃんだ。ありますよ。あとは普通？あとは普通ですね。すごいですよね、うん、ここも完全オリジナルでジョーカーの部分も。ああそうだね。他は普通ですね。ただ使いやすいデックになってると思います。はい、人のだけどちょっと軽く。あ、わかりました。いきますか。ドリブルしたいと思います。はい、ああでも優しい。でもどうですか。なんだろう、柔らかいね、音もなんかすごく。じゃあファンしてみてください。ファンとドリブルをお願いします。ファンとドリブルを。どうですか。ファンしやすい。どうなんだろう。ファンはそんなに。ファンってほら結局新しいかどうかの話なんで、うん、そうですね。ドリブルに関してはすごく柔らかいですね。柔らかいですよね。柔らかい。うーん、すごい柔らかい。これはその二百何十何キロ飛びそうだね。243ですね。いい、もう何キロでもいいよ。なんかいっぱい飛びそうだよ。飛びそうですね。だってここからここに来るっていう話でしょ。はい、そうです。はい。否定もできないですね。否定もできないです、はい。そうですかとですか。すごいですね。素晴らしい。あの、はい、丸山さんらしいデックになってると思います。本当に。ね。多分これ本当に自分が使いやすいデックに。仕上げたと思いますよ僕は。なるほどね。いやでも自分のデック作るとなったらね、そうしたくなるよね。そうしたくなりますね。完全にこれも自分用ですよね。もうなるほどね。だって結構あのカットするじゃないですか。はい、山さんって。はい、もうそれで多分こういう感じの薄い感じで短めな感じにしたりとか。だから割とそれを売るために作ったんじゃなくて、自分で一番使いやすいの。なるほどね。それ高くてもしょうがないよね、それはね。それはね。カーディストリー向けって言っちゃカーディストリー向けなんですけど、すごいいい商品ですね。やっぱりいいものなんだね。多分あのカーディストやる若者たちにはすごいいい商品だと思います。なるほど。はい、ただまるちゃんの顔が描いたの。いや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 。これができ
キラで舞ちゃんすごいと思います。そうですね、うん、自分の似顔絵描くデックなんてないですからね、めったに。確かに僕も覚えてるのはバーノンの、うん、あの大バーノンのコインがあったんですよ。知ってます、バーノンコインって。聞いたことあります、聞いたことあります。見たことないです、はい。バーノンのコイン僕持ってたんですけど、はい、まあこれのが似てる、バーノンコインのバーノンの肖像があって、はいはいはい、バーノンかどうかわからないぐらいの肖像画なんだけど、あれで肖像権でお金権利払ったからこんなのがすごい高かったんですよ。だからもうバーノンか丸山さんかっていう、はい、すごい並びですね、うん、並び。こういうデック作るのは、うん、レナート・グリーンもそうです。レナート・グリーンもそうだよね。レナート・グリーンデックっていうのがあって、うんうん、レナート・グリーンの顔が映ってるんですよ、ここの部分に。そうだからレナート・グリーン、ダイバーの丸山真一、せーのトライアングル。はい、久々にやりますからね、はい、せーの、おお。トライアングル。トライアングルできてなかったですけどできてなかったですけど、はい、じゃあ2枚目、はい、はい。ちょっとね、チャラ君の後ろにゴミ箱映ってるけど、いい？気にしない？気にしないね。いい。よしとして。はい。いきます。はい。せーの。おお。やっぱこのデックいいんじゃないの？ですか。トライアングル。すごい、いいですよね。確かにいいですよ。なんかさ、売るために適当に作ったって感じじゃなくて、はい、ちゃんと作ってあるもんね。こだわりがすごい、うん。すごくいいらしい。はい、じゃあ3枚のチャレンジ。いきます。はい。できちゃった。トライアングル。こうじゃこうなの？わからん。こうなのかな？これじゃなんか桃太郎みたいな。え、こうなんですかね？なんかちょっと違う気がするけど、まあいいや。まあいいですね。まあいい。じゃあ4枚目。4枚目。緊張しますね。緊張しますよ。余裕の一枚。桃太郎みたいになっちゃった。桃太郎。あ、こうだ、こうだ。多分こうだ。なんか違くない？こうじゃないですか。こうかな。今度マリちゃんにそう、教えてもらってちゃんと。遊びすぎ。二人とも遊びすぎだから、ちゃんと教えてもらって。そうですね、はい、お願い。の。お、余裕の2枚。ね。うん。3枚。3枚までチェラさんもやったからね。そうですそうです。多分成功したんですよね。成功しました。僕もだから簡単に成功、ね、おー線、はい。もうちょっと出します。これはもう大丈夫です、はい、トライアングルデックですから。あ、デックじゃない。4枚難しいですね。なんでできないか知ってます？なんでですか？トライアングルだから3枚まで。三角形だ。